サップカは札幌市交通局が2009年1月30日から札幌市営地下鉄に導入した札幌総合情報センター株式会社が発行する IC カード乗車券である。2008年12月5日に同社の登録商標となっている。名称はサッと取り出してピッと利用できる札幌の IC カードから名付けられている。発行枚数は約100万枚。 タッチゴーの動き札幌市は2008年度のサービス開始を目途に市営交通で利用できる IC カードの導入を2006年から検討していたが2007年11月8日に同市および JR 北海道バス上鉄北海道中央バスのバス事業者3社が共同して札幌 IC カード協議会を設立しバスとの共通化を含めた IC カード事業を 進めることとなった。また、新たに導入する IC カードの名称を決定する際の参考とするため、札幌 IC カード協議会が選定した8つの名称候補について、2007年11月15日から11月26日までの間で市民意向調査による投票を実施した。2008年3月27日、札幌 IC カード協議会は、 市民意向調査を参考に IC カードの名称をサップカと決定し、ロゴ及びデザインを発表した。合わせて、札幌市交通局は2009年1月から札幌市営地下鉄にサップカを導入すると発表した。同年11月27日、札幌 IC カード協議会は2009年1月30日から札幌市営地下鉄前線でサービスを開始すると発表した。 札幌市の第三セクターであり、SMAP カードの実験時にも運用を担当した、札幌総合情報センター株式会社を発行元とし、同社が発売やチャージ、再発行などを取り扱い、札幌 IC カード協議会の加盟各事業者は、サップカを IC 乗車権類として取り扱うという形態をとっている。発行枚数は2011年3月に20万枚を、 超えたが、犬種により、サップかより高いプレミアムをつけている、共通ウィズユーカードや、昼間割引カード、土日カキップなど、時期券の割引施策が充実していることもあって、利用率は伸び悩んでいたが、2014年に入り、共通ウィズユーカードの廃止、バス会社各社が、バスカードを廃止して、サップ化に移行していることもあり、発行枚数は順調に伸びている。 札幌市交通局では、サプカ専用の改札機を設けたり、所有者限定のイベントなどを開催するなど、普及対策を行っているほか、札幌市でも環境局が主体となって、LED 照明を札幌市内で購入、設置した世帯にサプカを交付する施策を実施している。IC カード裏面の右下に、記載の番号は SP から始まる。フェリカを使用したキーとか安いか、 アイコカ、パスモなどと同じ裁判で企画を採用しているが、IC カードとリーダーライターの通信時に使われるフェリカ、システムコード及び暗号鍵に、サップカ独自のものを使用している。これは、スイカと相互利用及び型利用可能とするためには、東日本旅客鉄道に対して、ライセンス料を支払い、暗号鍵の割り当てを受ける必要があるためである。フェリカ仕様の IC カードは、 リーダーライターとの通信時にシステムコードが一致するカードのみレスポンスを返す仕様となっている。そのため、Suica と同一のシステムコードを採用するカードは自動改札機へ追加 i 系 IC カードとしてレスポンスを返しているため暗号鍵が一致すれば同一仕様の IC カードとして認識される。サプカはシステムコードに独自コードを採用しており、 システムコードフ一致チでレスポンスを返さないため、スイカ系カードの2枚重ねで起こる同時タッチエラーは、サップカとスイカ系、IC カードでは発生しないようになっていた。キーとかスイカ等での利用を可能にするため、2013年4月11日より、順次改札機をキーとかスイカ等にも対応させる改修工事を実施。改修後は2枚重ねで利用できなくなった。サップカは、 以下の4種類を発行している。チャージ上限は最高2万円。共通 WithU カードや別の IC カードからはチャージできない。カード残額の利用履歴はサプカ対応自動券売機で表示、印字できる。また導入当初は記名サプカやサプカ定期券はサプカ公式サイトでも確認できたが、情報セキュリティ保護の観点から2012年3月にサービスを休止し、 そのまま2012年10月に終了した。以下の路線で、乗車券、定期券としての利用が可能。相互利用関係2013年6月22日より、札幌市電、バスへのサップ化導入と合わせて、キーとかスイカ及び相互利用可能な他の IC カード、乗車券でも地下鉄、市電、バスで、片利用扱いを開始した。しかしかつての広島地区のパス P などと同様、 交通系 IC カード全国相互利用サービスに参加していないため変利用でありサプカを他の IC カードのエリアで利用することは引き続きできないなおサプカを JR 北海道で利用可能にするための協議は継続して行われているがサプカとキーとかスイカ等との完全相互利用化及び電子マネー機能の完全相互利用及びこれに伴う交通系 IC カード全国総合利用サービスへの参加については具体化していない。札幌市では IC カードによる割引サービスのほか将来的に都社の貸し出しといった公共サービス機能の導入を検討している。総合利用時の割引サービスの有無についてはアイコカとピタパの総合利用などで同様の事例があり、公共サービス機能についてもフェリカのマルチアプリケーション機能の一つとして 利用可能なため、システム側の改修により対応させることは可能である。なお JR 東日本、JR 西日本などでは、サプカエリアを札幌スイカエリアという名称で案内している。オートチャージを設定した記名サプカやサプカ定期券を使用した場合、カード残額が設定した金額を下回っていると、事前に登録したクレジットカードから設定された金額が自動的にチャージされる。 オートチャージが行われるタイミングは、地下鉄が自動改札機での入場時、市電、バスは、降車時にうんちに引きされと同時に行われる。オートチャージサービスの利用限度額は1日あたり3000円、1ヶ月あたり3万円で、これらを超えての利用はできない。登録できるクレジットカードは、JCB、ビザ、マスターカード、アメリカンエクスプレスおよびその提携カードで登録が、 できるまた一枚のクレジットカードで家族5人までの登録が可能である。サプカでは従来の共通ウィズ・ユーカードに付与されていたプレミアムがなくなり、その代替としてサプカポイントが導入された。ポイントの付与及び利用は以下の通り、2011年3月18日に電子マネーサービスが開始された。またサプカへ電子マネー機能を付加することにあたり、 2010年3月に北洋銀行と提携した電子マネーが利用可能な店舗、施設は主に札幌市内を中心として拡大しており札幌市役所や各区役所のほか札幌市演山動物園の入園料にも利用可能地下鉄駅構内の売店及び清涼飲料水の自動販売機にも一部対応したほか、自動照明写真機にも対応しているこのほか。 札幌市以外でも利用可能な店舗が増えており、交通系 IC 乗車券としての利用はできないものの、電子マネーのみ利用可能なところもある。2018年4月には札幌ドラッグストアの北海道外も含めた全店舗でサプカを利用できるようになった。これが道外の店舗でサプカが利用できる初の事例となっている。上記の通り電子マネー利用では、 セイコーマートサツドラグループを除きサプカポイントは付与されないが、札幌地下街で電子マネーを利用した場合は、札幌地下街ポイントクラブのポイントが付与される。札幌市が2011年10月17日より導入した地域ポイント制度。札幌市民が指定のボランティア活動やイベントなどに参加、来場すると、サプカカードにポイントが付与され、 土日課切符や指定ゴミ袋などと交換できる。サプカポイント、サプカ電子マネーとの互換性はない。利用者の伸び悩みなどから2018年1月で終了。記名、サピカには2014年8月20日から札幌市中央図書館など札幌市内約40カ所の図書館の貸出券機能が加わる。ありがとうございます。